こんにちは。今回はキックリップのハウトゥーやっていきたいと思います。前にもねやってるんですけれども、まあ、今後ねフロントフリップとかバックサイドフリップとかやっていくにあたってね、キックリップってかなり大切なトリックだと思うので、今回ねちょっとまたもう一度ハウトゥーの方やっていきたいと思います。でなんかね前回ちょっと伝えきれなかったところとかあるので、ちょっとその辺も含めて紹介していきたいと思います。まず、まあ、オーリーですねは、まあ、できてた方がいいかなと思います。まあ、組み込むぐらいね飛べれば、まあ次チャレンジしてもいいのかなと思います。まあ、キックフリップなんですけれども、最初のうちのかなり壁なトリックだと思うんで、ここはかなり多分ね折れずに本気よく、まあ、やっていくしかないところだと思うんで、まあ、今その多分悩んでる方とかね非常に多いと思うんで、ちょっとでもね動画の方が参考になればなと思います。じゃあちょっとねスタンスの方から説明していきます。スタンスですね。スタンスちょっとこの辺に出しておきます。まず板をね回転させやすいところっていうのを探していかなきゃいけないんですけども、基本的には僕はまあ写真に挙げた通りなスタンスです。で最初ちょっとね板回しづらいと思うので、きっとかなり端のスタンスで始めると思うんですけれども、最初はそれで構わないと思います。で実際慣れてきたらですね、真ん中のところでできるようになるんで、焦らずに最初は端っこでもいいんで、とりあえずフリップの回しやすい位置っていうのをね探していくのがいいと思います。まあ、スタンスに関してはそんな感じですね。後ろ足はオーリーと一緒だと思います。特に変化はないですね。で次に抜き方ですね。抜き方はですね、さっきのそのスタンス抜きやすい位置を探したら、まず後ろに飛びながら板を回す練習します。多分その場で飛んでフリップ回すっていうのはかなり難しいんで、後ろに飛んで板だけこうくるっと回す練習をまずします。まあ、そうするとね、かなりあの板を回すだけのコツっていうのは分かるかなと思います。結局フリップってこのこっち側をぶつけてこう落として回すみたいな、まあ、簡単に考えるとそういう原理なんで、まあ、その感覚がね分かれば最初はいいと思います。で次にですね、その後ろに飛んで板が回るようになったら、次はまず前足を乗せてみます。フリップで板をこう回して前足を乗せるっていう練習をしていきます。まあ、先にね後ろ足ついていいんで、とりあえずそれを慣れるようにというか、フリップして足を乗せるっていうのを練習します。今度ね前足がフリップして乗せれるよってなって、今度はフリップして後ろ足を乗せる練習します。フリップして、まあ、前足は先に降りていいんで、後ろ足を椅子の上にドンって乗せます。次はこれを慣れるようにします。で板回して前足乗って、で後ろ足乗ったよ。でその3つができたらですね、最後にとりあえず板を回して空中で耐える練習をします。板の上に乗らなくてもいいんで、板回しっぱなしにして足元で回しながら耐える、耐えて一緒に地面に降りる練習をします。ここでその板には乗らなくていいんですけど、耐えることによって、まあ、板より上にいる状態をキープするっていうことを覚えることができるので、それもかなりね重要かなと思います。で以上のことがねできてくると、あとはもう乗るだけですね。あとはフリップもうひたすら裏でもいいんで、もう板の上に乗るような練習ですね。それをしていきます。あとですね、板がこう立ってきて怖いよってなった場合なんですけれども、それはおそらく足を上げすぎてる場合がありますね。デッキって多分こう地面がこうあってこうついたらこの高さしかないので、これ最初はこれ以上に足を上に上げてから抜かない時に、板って多分立ち上がってくることないんで、あまり足を上げずにすぐこの立つ位置でスパッて抜いてあげる意識でやると股に刺さらないと思います。なので結構その回そう回そうって意識すると、結構叩く時にこう前に飛んで足がこう上がって透かしちゃう。吸って抜くんじゃなくて上がって抜いちゃうと股に刺さっちゃうんで、まあ、それだけはねちょっと気をつけてやった方がいいかなと思います。なのでしっかりそのノーズを見て足を上げすぎずしっかり抜く。
これが必要だと思います。最初ね、乗れるようになってきたりとかしたらですね、まあ、なかなかそのクオリティが上がらないとか、まあ、メイク率が上がらないってなってくると思うんですけども、多分その高さであったりとか綺麗さっていうのを求めて力んでくると思うんですけども、その力みっていうのが結構ね、調子悪い原因だと思うんで、最初はその欲張らずにというか、高さとか求めずに、ちっちゃくてもいいんで、綺麗な足首を使ったフリップをしたらいいと思います。フリップにこう回して乗るっていうことに慣れてきたら、あとはもうしっかりこの前足を使って乗る、これを意識した方がいいと思います。なんで自分は結構そのフリップに関しては結構こう体を固定して、前足以外は固定して前足だけ動かす、膝から下の足首だけ動かして乗るっていう意識で、最初練習します。スイッチとか自分も練習するときには特にそれで形を固定しました。結構そのフリップの失敗のあるあるなんですけれども、高さとか前足の抜きにこう意識がいくと前に体が飛んで透かしちゃうっていう現象が結構起きてくるんで、本当にこうガシッとこう軸を固めてフリップする、前足の膝から下しか動かしませんよぐらい体固めてスパッとやって、常にそれをやってると高さ自体はね毎回上がらないんですけれども、形はかなり綺麗になってきます。で、慣れてきたら実際その高さに関しては勝手に出せるようになってくると思うんで、そこは最初のうちは意識しないで綺麗なフリップっていうのを意識した方がいいかなと思います。まあ、あるあるで説明したその前足すかし、これもね、いろんな透かし方があるんですけれども、まあ、例えば力みすぎてこう前に飛んじゃって透かすであったりとか、まあ、背中側にね、こう寄りすぎちゃって体重が背中体重でこう飛ぶとフリップが入んない、こうだったら入るけどこうなるんで入らないっていうのもね、あるんで、その辺も細かく意識してセンターで立って真上に飛ぶっていう意識をしてフリップすれば綺麗な安定したフリップになってくるかなと思います。まあ、そんな感じでですね、綺麗なフリップというかちっちゃく安定したフリップをしてから、自分の好きな形に変えていくといいかなと思います。そんな感じでですね、ちょっとフリップの方をやっていきたいと思います。お疲れ様です。どうでしたかね、キックフリップ。ちょっと僕は割とね、その前足こうピンと伸ばしたい方なんで、割と伸ばす意識でやってるんですけれども、逆にね、前足とか出さなくてもいいから上に引き上げたいよって方はきっと引き上げて抜くって感じになると思うんで、前に出したい人はきっと前にちょっと送る
前に送るフリップをするような感じになるんで、まあ、それもねきっとそのしっかり固定して足首を使うフリップ、綺麗に足首を使う、足首を使ってオーリーをかけながら抜くっていうのが分かってくれば選べるようになってくると思うんで、最初は多分小さくしっかりその軸をずらさずに肩の位置を変えずというか、足のその腰の位置を変えずに足元だけで回す練習をすれば非常に効果的かなと思います。まあ、そういったやり方でね、慣れてきて、まあ、綺麗に乗れるしメイク率も上がってきたよってなった場合に、やっぱその足首のため、なんか個人的には結構こうスッていった時にクッて一回止まる感じがします。クックッっていうフリップですね、イメージ的には。最初足首使って綺麗にって時は多分スパーンって抜いちゃうんですけど、慣れてきたらこうクックッてって感じですね、リズムになってくると思うんで、そういう感じのリズムでやると多分よりその鋭いキャッチ、足にぶつかってくるようなこうバチッっていうフリップができると思うので、まあ、その辺はきっと好みになってくると思うんで、ある程度乗れるようになってきたら自由に変えていけばいいかなと思います。まあ、こんな感じですね。まあ、キックフリップも段階を踏んでしっかりとやっていけば、まあ、これもね恐怖心なくできると思うんで、で慣れてきたらしっかりその高さとかよりは形、まあ、エアキャッチ目指してバンバン力んでやるんじゃなくて、まあ、小さくてもいいんでしっかり綺麗な形、しっかりした軸の位置で乗る練習をして、前足を必ずこうしっかり使う、これを意識してやっていけば自然とフリップ自体のレベルっていうのは上がっていくのかなと思います。まあ、そんな感じですね。自分は結構縄跳びのそこに小さく小さくやって慣れて、綺麗に足首を使って乗れるようにしてからしっかり弾いて高さを出していくようにしてます。まあ、多分ね、最初から弾くよって人もいると思うんでね、一概にこれがいいとは言えないんですけど、自分はちょっとこんな感じでやってます。こんな感じですね。ちょっとね参考になるかわからないんですけれども、まあ、悩んでる方とかがいたのでちょっと試しにやってみたらいいかなと思います。今日はこんな感じでね、キックフリップのハルトの方を終わりにしたいと思います。結構この内容がね参考になったよとか面白かったよって方がいたらですね、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。じゃあ今日はお疲れ様でした。バイバイ。